自民党の派閥の裏金事件を受けて国会で政治倫理審査会が開かれましたが ANN の世論調査では説明責任は果たされていないという回答が84%に上りました調査はこの週末ご覧の方法で行いました安倍派や二階派の議員が政倫審で説明をしましたが説明責任が果たされたと答えた人は5%果たされていないは 八十四パーセントでした。また、不記載のあった議員への処分については。必要があるが83、八十三パーセント。必要はないは9、九パーセントでした。次の衆議院選挙で、政権交代を期待するという回答は46。四十六パーセントで。自公政権の継続を期待するの38。三十八パーセントを上回りました。衆院選の時期は、なるべく早く行うが。 最も多い33%でしたまた大幅な賃上げ発表が相次いでいますが日本の景気が上向いていると思うという回答は2割未満でした岸田内閣の支持率は20.9%でほぼ横ばいでした